2017-2018ISU グランプリファイナル及び 2017-2018ISU ジュニアグランプリファイナルは 2017-2018ISU グランプリシリーズの決勝大会及びジュニアクラスの 2017-2018ISU ジュニアグランプリシリーズの決勝大会 2017-2018ISU グ,2017グランプリファイナル2017 2018ISU ジュニアグランプリファイナルは、それぞれ2017から2018年シーズンの ISU グランプリファイナル、ISU ジュニアグランプリファイナルで、2017、2018、ISU グランプリシリーズ及び2017、2018、ISU ジュニアグランプリシリーズの決勝大会である。シニア及びジュニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が、 2017年12月7日から10日にかけて日本、愛知県名古屋市の名古屋市総合体育館で行われた。男子シングルはネイサン・チェンが初優勝、母国開催の宇野昌ショーマは0.5点の僅差で2位に入った。女子シングルは初出場のアリーナザ・ギトワが優勝を飾った。ペアはアリオナ・サフチェンコがブリューノ・マス・ソトのペアとしては同体開発の優勝となった。 アイスダンスはガブリエラ・パパダキス、ギヨーム・シゼロンがフリー、トータルスコアで自身が持つ歴代最高得点を更新し、同大会では初の優勝を飾った。男子はアレクセイ・クラスのジョンが優勝、母国開催のスモト・ミツキが3位に入った。女子はアレクサンドラ・トゥルソワ、アリョーナ・コストルナやアナスタシア・タラカノワのロシア勢が表彰台を独占した。また、 フリーでは、キ平理香が ISU 公認大会において、女子選手初の3回転アクセルマイナス3回転トーループのコンビネーションジャンプを成功させた。成績上位6名が出場する。男子シングル女子、シングルペアアイスダンス男子シングル女子、シングルペアアイスダンス入賞者にはそれぞれ以下の賞金が与えられる。競技後のエキシビションには、 競技用とは異なる適切な小ナンバーで参加しなければならない。違反した場合は、グランプリファイナル出場選手は、賞金から5000米ドルが、ジュニアグランプリファイナル出場者は、賞金から1000米ドルが差し引かれるとされた。ありがとうございます。